バブル期の逸話を教えて。バブル期の日本の面白い話聞かせてクレメンス。個人単位での豪遊話でも何でも。100万の商品が売れないから200万に値上げしたら売れたとかいうやつか。ほ、マジなんか面白い。そういうのそういうの。銀行の利息だけで食っていけた。貯蓄し続けるだけで億万長者になれた時代だったとか。郵便局の定期だと 10% 超えてたもんな。大学生の食費は1日あたり2500円くらいだったらしいよ。わい、1日600円やわ。某有名プロ野球選手が引退後に接待に招待されまくって、その報酬が現役の時の最高年俸よりも高かったとか。月給8万、ボーナス毛布って会社もあった。説明会行ったら交通費くれた。フリーターが公務員より稼いでて一生これでいけるかと思ってた。就職率ほぼ 100%、良さげの大学なら希望の企業へ。地方の公務員はよほど事情があるやつと勉強できんで、どこも入れないやつの行くとこだった。バブルの時ってやっぱホームレスでも金そこそこ持ってたのかな。ワイが知ってるのだと、飛行機の席取る時はファーストクラスから埋まっていくもんだって聞いて度肝抜かれた。企業に面接に行くイコール合格。学生を逃がさないためにお土産くれたとか。羨ましい。会社の先輩が社員旅行でハワイとオーストラリア行ったって言うてたわ。ピンクドンペリとロマネコンティをデキャンタの中で混ぜてピンドンコンという悪趣味な飲み物を作って出すクラブがあったらしい。バイト面接来て帰りに2、3000円もらえた話は聞いたことあるな。面接いくつも受けて稼ぐのがあったらしいで。家が貧乏で周りが金持ちなのが気に入らなくて、学生で1年バイトしまくってクラウンの新車2台買った先輩がいた。バブルって今ではあんまりいい意味では使われんけど、基本日本が絶好調で頑張ればこういう望みが叶ったいい時代よな。高度経済成長まではそやけど、バブルはちょっとちゃう気がする。1300万くらいの家を持ってる人がその値段が3億になったら、これも貯金とか一切する必要ないやろって言うて金使いまくっただけの話やろ。で、3億の家がやっぱり1000万やったわって言われて阿鼻叫喚になっただけや。数年前乗ったタクシーのおじいちゃんが自慢してたけど、チップ1万円はよくもらえてて、たまに10万100万もらえたとかなんとか。面接はしごしてめっちゃ交通費もらって金稼ぐというのは聞いたことがある。タクシー止めるときに指で2とか5とか両手で10とかして止めてたらしいな。単位は万円。すげえ。みんな1万円掲げるから1万円1枚程度ではタクシー止められないとか。就活で説明会に参加するだけで何万円何十万円と、説明会に来てくれてありがとうと企業がお金をくれる上に、選んだ会社には簡単に入れて、会社側は他に人材が取られないようにそのままハワイ旅行とか国外送りで豪遊させるとか。聞いてるだけでワクワクするんご。アフターファイブという言葉が生まれるぐらい。夕方5時には仕事が終わり、遊びに行くのが日本全国当たり前で、高い給料もらって夕方5時以降に夜の街で遊んでから帰宅する世界だったそうな。
デートで10万円は貧乏人。株を買いに100万円持っていくとお客でもゴミ扱いされる。今ではありえんが、金持ちスペシャル番組の豪邸公開とか普通にテレビであった。当時女性ホステスが接待してくれるクラブは、座っただけで3万から5万円席料が取られる世界。定期預金の金利が 10% くらい。反復複利でウッハウハ。アタッシュケースに何千万円のお金入れて飲み歩き遊ぶ人がちらほらなバブル時代。地球儀のアメリカを指さしてこれ買っちゃおっか。これが現実味を帯びるほど金があった。東京23区売ったらアメリカ全土買えるって話やな。マジ？それほど土地の値段が上がってたんや。銀座一等地一坪100億届くかって時代やで。はえー。爆買いは今の中国よりひどかったかもしれない。高度経済成長って出たけど、それでとにかく収入ってのは毎年上がる。国だとか会社ってのはいくらでも金あるって思ってたのがバブルが弾けるまでの昭和の人たちだよ。夏にボーナスが300万400万ともらえ、それ以上の額が冬のボーナスで発生する世界。会社によるけどボーナスが年に4回だった。海外旅行へ月1ペースで行く人ゴロゴロだったとか。普通のスナックのお姉さんが年収2000万、3000万稼いでいたり、一緒に遊ぶだけで10万円お小遣いくれたりした。通販番組で億単位のクルーザーとかが紹介されてたとか。ええなあ、バブルの頃に大人になりたかった。そら子供も産みますよ。ワイももう少し早かったら恩恵あったんやろうな。瞬間的に恩恵受けてもその後の落差でやばそう。バブル期にありがちだったことを挙げて不愉快な気分になるすれ。土方見習いで月収50万円もらえていた。テレビ局員は銀座や六本木で豪遊しまくるのがそのテレビ局の宣伝になると推奨されており、いくら飲もうが全部経費で落ちた。しかも終電後の帰宅になると自宅までのタクシー券をもらえた。平凡な引っ越しドライバーの一社員がヘリコプター購入。テレビ番組は激安商品の紹介はなく、ほぼ高額の商品のみを紹介していた。トヨタが内定取った学生全員にタダで新車1台プレゼントしていた。車だけもらって内定蹴ることも可能。当時のスチュワーデスはフライト後に余った一さじ2万円の最高級キャビアを、缶開けたらもう客に出せないってことで大量にご飯の上に乗っかけてキャビア丼とか食ってた。栓を開けたピン丼はもう客に出せないので、ジャボジャボ流して手を洗っていた。かっこ、当時それをやると手がすべすべになるという嘘くさい噂があった。ちょっとシーマ買いに行ってくる。車買ったらなんとなく家も買い替えたくなったから家も買ってきた。こんなイメージ。銀座でふらりと入った画廊で適当に絵を買う。100メートルほど先の画廊に入って先ほどの絵を売ると買い値より高く売れたと昔金持ちだった親戚のおっさんが言っていた。今は普通の生活してる。大学生のコンパでフェリー貸し切って海外までクルージングとかしてたらしいな。
内定蹴ったらわざわざ一人ずつホテルのスイートに呼び出されて、頭からコップの水かけられて、クリーニング代ですって万札胸ポケットにねじ込まれたとか、交差点の横断にタクシー捕まえて1万払ったとか、狂っとる。俺の知ってる人で当時平凡なリーマンがちょっと本場のフカヒレが食いてえなってことで、金曜仕事終わりにそのまま香港に行ってフカヒレだけ食って、土曜に帰ってきて日曜はまたあり、月曜からまた普通に出勤。無一文でお姉ちゃんのいる飲み屋に行く。その辺の羽振りの良さそうな人に怒ってもらう。当時の普通預金の金利 7% から 8%。 道に落ちている1万円に滑って転ぶ。有名な大学の学生の就活はそれはそれは優雅なものだったらしいな。最終面接の前に寿司屋とかで接待受けて、うちの会社に来てくれないかなとか。先輩が三井住友銀行の内定もらって、銀行の職員に新宿のホテルのすげえ豪華な食事をおごってもらったらしいが、いやいや、昔はもっとすごかったんだよ。こんなことしかできなくてごめんね、とか言われたらしい。謙遜じゃなくてマジだったのか。まあ、レベル高い大学の学生限定の話だったようだが、就職希望を出せば内定通知書が送られてくるなんて冗談があったくらい超買い手市場だったとか。なんか証券会社が内定した学生全員をラスベガスだかどっかのカジノ街に連れて行って、一人ずつドルの札束を渡して、金融マンなら派手に遊べ、会社のおごりだから遊んでこい、とか言われて死ぬほど遊びまくったっつう話を聞いたんだが、さすがにそれは誇張あるだろうと思ってたが、そうでもなさそうだな。しょぼいスキー旅館を営むうちの家族が毎年ハワイで豪遊できた。私をスキーに連れてってバブルか。借金してでも土地買えば、借金の利息よりも土地の値上がりが早いから儲かる。新入社員の月給が1年目で40万、しかも初年度からボーナスありだったという話はマジなのか。1階のリーマンが大企業の重役みたいな生活できる経験1回したら、そんなもん忘れられるわけがない。初年度のボーナスが3桁なのは当たり前。20代で年収が1000万円を超えるケースもザラ。就職活動中の学生が会社説明会に行けば交通費の全額支給に食事会。一生のうちでいつかは好景気来てウハウハするだろうと思ってるんだが、甘い考え。それなりの大学では企業の人事担当の方が大学に赴いて、うちに入ってくださいと PR してた。そして〇〇に入りたい人をと聞いて挙手させて、人数が枠内ならそれで内定が決まってた。その後も内定者を逃がさないために寿司食わせたり海外に連れて行ったり、狂った時代でした。ボーナスは現金支給で封筒が直立した。豪華な暮らしじゃなかったけど、平社員の父親ですら3年ごとに新車に買い替えてたし、転勤するたびに家建ててたな。不愉快どころかなんか楽しくなってくるスレだな。なぜか富裕層の気分になってきた。バブルとか知らないけど、企業説明会のパンフレットに万札が挟んであったってのは本当ですか？山に1億捨てるやつがいた。大金を捨てるやつは税金逃れで捨てるらしいが、拾われても名乗ったら追徴来るから出てこられないらしいな。バブル時代すごすぎ。ボーナス袋が直立する。
ヨーロッパ研修旅行にて会社から100万円くらいなら使っていいよとゴールドカードを渡される。タクシーが捕まらない、または乗車拒否される。車のマーチが中古で売額に。日給4万円の仕事があった。50歳前後の公務員のお父さんよりも新卒の銀行員の娘のボーナスの方が多かった。説明会に行くだけで内定がもらえる。飲み会の帰りは必ずタクシー券がもらえた。毎年100万ずつ給料が上がっていった。深夜の通販番組でクルーザーを売っていた。未成年でも400万の車のローンが通った。入社する気がない会社の面接を受け、交通費だけをせしめる奴がいた。4650万円のフェラーリが2億5000万まで高騰。銀行に100万を1年間預けて25万の利息がついたこともあった。羨ましい。説明会行くだけで内定もらいたいんご。バブル時代の無能イコール公務員の時代やからな。今じゃ考えられないやろ。この頃に無能の代名詞だった公務員が今やウハウハなんだからな。バブルの崩壊を止めることはできんかったんか。結果論でもええから。バブルへゴー。これ面白かった。バブル当時に入社した世代のおっさんたちは未だに当時の意識で飲みに来るからほんまに厄介やで。バブル期の女って肩パッド入れてるイメージがあんだけど、あれって何がええの？肩幅広く見えるからシルエットが逆三角形になるんや。なんか知らんが挑発的な女が好まれた印象。バブルなんてまやかしの好景気だからな。実質成長はそこまで高くなかった。崩壊後の90年代の暗い空気感半端ない。2000年を境に地元の商店街から人が消えてシャッター街になったのを強烈に覚えている。